世界を囲碁で魅了する女、まゆです。皆さんご無沙汰しております。お元気でしょうか。というわけでですね、緊急事態宣言も明け、夜囲碁も、木金とね10時まで営業できるようになり、なんとか今通常通りにちょっとずつ戻ってきているなという日常を過ごしております。今日はですね、そんな戻りつつある日常でね、皆さんあれですよ、大会やりたくないですか。囲碁大会やりたいじゃないですか。というわけでですね、日だまりの名物のあの大会をなんと2年ぶりに開催したいと思います。イエイイエイ。というわけで早速告知です。じゃじゃん、長屋梅酒杯です。これ見えるかな。うちはですね、このずっとね、長屋梅酒さんっていうのの、あちら本社は関西にあるんですけれども、東京の支社がですね、なんとここ上池田1丁目っていう住所なんですけれども、同じ上池田1丁目に東京の支社さんがあるんですね。でその東京支社の営業の方と、まあ、出会う機会があって、その時に、まあ、囲碁のねこういう大会をやりたいんですけれども、協賛いただけないですかっていうお話をですね、結構前にさせて、2018年ぐらいかな、させていただいたんですね。その時にもちろんいいですよっていうことで、4回ね過去開催させていただきました。なんですけれどもごめんなさい、第5回目をね2020年の4月に開催しようとしていたんですけれども、まさにですよ、緊急事態宣言に入っていたので、まあ泣く泣く取りやめとなったんですよね。そしてなんと2019年11月ぶり、まずもう2年ぶりですよ、に、まあ、長屋さんにねちょっと打診をさせていただいたら、やりましょうっていうお声を、お返事をねいただいたので、こちら開催させていただくことになりました。早速なんですけれども、まあね、どのような内容かっていうところいきたいと思います。まずですね、有段者の方ですね、ちょっと見えるかな、光っちゃって見えない、ラミネートしちゃって、有段者の方は11月20日の1時から7時までですね、受付開始は1時からとなっております。で、参加費っていうのは5000円、参加資格が満20歳以上ですね、もちろんお酒なんで、かつ、まあ、有段者の方で、有段者の中でも2クラスに分けさせていただきます。で定員が20名様で、スイス式リーグ45分の切れ負けを3局、1段差1子のハンデ戦となっております。はい、こちらが有段者ですね、11月20日土曜日です。で9位者の方ですね、12月18日の土曜日、まあちょっと師走のね忙しい最中なんですけれども、こちらも同じく参加費は5000円、満20歳以上かつ20級以上の9位者の方、まあ19路盤が打てる方とさせていただいております。でルールは同じくスイス式リーグの、こちらは40分の切れ負けを4局となっております。でこちらは2級差1子のハンデ戦で、同じく20名様で上と下のクラスに分かれて、それぞれ景品が、もらえるという形になります。でその商品なんですけれども、優勝の方にはなんとなんとなんと梅酒2本セットです。2本セットが当たります。そして準優勝の方はとろける黒糖梅酒ですね。あと梅酒のね、今まで試飲コーナーっていうのがあったんですけれども、今回からですね、まあ、今回は梅酒のカクテルというものをレシピこう考えているので、それを皆さんに飲み放題として提供させていただきます。なんて太っ腹なんでしょう。そして参加賞っていうので、もし皆さんね、泣く泣く全敗しちゃいましたよっていう方でも、参加賞っていうのは必ずお持ち帰りいただけるように、お土産を長屋さんに用意していただいたので、こちらをお持ち帰りいただくことができます。で受付方法なんですけれども、申し込みは、まあ、LINE とか SNS の DM とかね、メールでも受けたまわっておりますので、まあ、ホームページをね確認していただけるのが確実かと思っております。でなんですけれども、長屋梅酒杯を2020年4月にやりたいって言ってたじゃないですか。でその日にやるためにですよ、私その2020年の2月の末にですね、実は香港に行ったんですね。で香港に行って、その帰りになんと日本では売っていない梅酒をゲットしてきたんですね。
なのでこれはお一人様まあ一杯ぐらいになるかと思うんですけれども、それを皆さんに振る舞おうかなと、もう2年熟成させてしまったんですけれども振る舞いたいななんて思っております。じゃあそれどんなお酒なのっていうことでいきます。はい、まず1本目ですね。こちらエキストラシソっていう、こちらのこれ本当にね免税店にしか売ってない、日本には売ってないものなんですけれども、こちらの試飲を用意させていただきたいと思います。そして2本目はじゃあこちらですね、エクストライヤーズ熟成っていうものですね。こちらも試飲コーナーにご用意させていただきたいなって思ってます。はい、そしてまあそのね2年間の間に長屋さん結構新商品を出されていたんですよね。というわけでそれを使った、まあ、その日にしか日だまりでは用意しないんですけれども、新しいものねスペシャルで用意しました。それが何かっていうと、じゃじゃん、まずこちらですね、長屋さんの柚子酒ですね。すごい綺麗じゃないですか。なんかもうボトルがすごい冬っぽくて素敵だなと思うんですけれども、こちらのね柚子酒をその日は用意させていただきます。これはなんかねお湯割りで割ってもちょっと美味しそうなんじゃないかなって、私自身はねまだちょっと試飲してないんで分かんないんですけれども、お湯割りで割っても美味しそうな気がしてます。はい、そして最後これはウェルカムドリンクとして皆さんに振る舞おうと考えているのがこちらですね、バババン、梅サルーテですね。長屋さん見えるかな、発泡性ワイン梅酒っていうものなんですけれども、こちらねやっぱり1杯目は泡で乾杯じゃないかなっていうことでこちらを用意しました。で今回はちょっとしたおつまみも用意しようと思っていて、まあ、このねスペシャルに用意したものと相性のいいなんかこうおつまみをペアリングっていう形で何種類か用意させていただく予定であります。はい、というわけで久々のね長屋梅酒杯ですね。まあ日だまりに来たことがある方もそうでない方にもね、なんか囲碁の大会なかなかないなっていう方にご参加いただけたら嬉しいと思っております。というわけでお申し込みは概要欄のねリンクから飛んでいただいてお願いいたします。というわけで久々の大会、私自身も楽しみにしております。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。